俳優伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説虎に翼が集う前8時 NHK 総合土曜日は1週間の振り返り月金前7時30分 NHKBS プレミアム 4K の第4話4日の場面カットが公開されている。前回は教室から聞こえた女性は無能力者という言葉に思わず反応してしまったトラコ伊藤沙莉は教授の穂高小林薫と臨時講師の裁判官桂城松山健一と出会う。法律に強い関心を持つトラコに目からし大学女子部校へ来いという穂高。そこは女性も弁護士になれる時代が来ることを見越した女性のための法律の学校だった。希望を見出したトラコは母春石田ゆり子が実家に帰っている間に出願しようと企む。今回は味方のはずの直言岡部隆も頼りにならず、トラコ伊藤沙莉は女子部に行きたいと母春石田ゆり子に言えずにいた。そうこうするうちに花江、森田もつともと直道、上川周作の結婚式が迫る。式が終わるまでおとなしくしていたと花江に釘を刺されたドラコはしたたかに振る舞う作戦に出る。しかし重要な場面で男性の横でスンとしている女性の姿には納得できないドラコ。結婚式が終わり、いよいよトラコは春の説得を決意するが、